はい、山那覇直哉のパイロットになろう、あれ違う、藤田直哉のパイロットになろう、ラジオジャック第2弾、今週も始まりました。番組 MC の玉那覇改め藤田です。この番組は航空業界に携わる方々をゲストとしてお呼びし、ここでしか聞けない航空業界のお話を楽しく聞き出して航空ファンを増やすことを目指しています。そしてパイロットを含む空の仕事に就きたいという夢をお持ちの方に有益な情報となるよう番組をお届けしたいと思います。この番組は玉道場、ザ・ランゲージカンパニー、株式会社 ITEP ジャパン、エアスマート、マスターイン、エアスマートアビエーションアカデミー、スカイサンタビズリゾートクラブ、FSO パイロット留学アカデミー、以上8社の提供でコミュニティラジオ、FM ギノワンと FM 宮古からお届けします。放送は FM ギノワンのホームページから YouTube で動画配信を行っています。リスンラジオでは音声配信を行っています。はい、今週はですね、素晴らしいホストにお越しいただきました。玉那覇直哉さんです。それでは、どんなお話が出てくるか、楽しみ楽しみ。それではお昼までの1時間ほどお付き合いください。OK。脱ぎます。いや、よろしくお願いします。なんかドキドキしてきた。今のジャケットは、今トリップ中ですよね。はい。トリップ中で、このジャケット着てました。着てない、着てない。これ昔、アクラ教えてた時のフライトスーツです。かっこいい。いや、この、あのジャケットでラインパイロットがいるのなかなか見ないので。また飛びたいな、小型機、ああいうのを着てね。うん、ですよね。アクロとかやってたんでますもんね。ねえ、ほんの少しですけどね。でも楽しかったな。いや、今日は立場が変わって。立場変わりましたね。いや、なんか見受けないようなポスターが後ろにありますけど、ちょっと後でちょっと突っ込もうかも。はい、藤田さんこそ後ろにあるのは、なんかいつもの空港じゃなくて、湖ですか？これはもう、まあ、種を明かせば、昔、オーバーナイトで泊まったカナダのあるちっちゃい町の、港の写真ですけどね。知る人ぞ知るですね。あ、オーバーナイトでカナダ。はい。何度も。カナダ便もあるんですね。あります。カナダ、メキシコは行ってますね。うん、今でもですか？最近はもうアスペンが多いんで行かないですけれども、アサインされれば、どこだっけ、メキシコの、いくつかあるんですけど、マザトランとかね、ハーマシオとかいろいろありますね、今でもね、うん。コロナの時はやっぱり閉鎖してるんですかね。そうですね、結構ワクチンのあれとかで、カナダでもワクチンした人、したクルーしか行けないって感じになってますね。うん、はい、5秒。はい。はい、改めて、ラジオジャック第2弾、藤田直哉のパイロットになろう。今日のゲストは、番組ホスト、玉那覇直哉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか立場が違うと、めちゃめちゃ緊張する。大丈夫、大丈夫。こっちももっと緊張してます。ラジオジャック第1弾がですね、2021年の1月21日だったということで、1年と3ヶ月ぐらい、4ヶ月ぐらい経ってるのかな。ということで、何やらいろいろですね、お話や、人生ストーリーに、進展があったっていう話を、聞きましたんで、これはほっとけないということで、私の方からまたラジオジャックのオファーを入れさせていただきました。で、私今デンバーで、夕方の6時半なんですけども、玉那さんだと今日本だから、9時半過ぎぐらいですか、朝の。え、そうなんですかね。私の時計で今ね、5時38分ですね。え、ちょっと待ってください。それは私の住んでるカリフォルニアの時間ですよ。カリフォルニア時間です。え、カリフォルニアなんですか？カリフォルニア時間で、今いるのがネバダ州のラスベガスです。うん、なんとなんとギャンブル好きが高じてです。まだやってない。まだやってない。まだやってない。
ちょっとそこ気になりますね。なんでラスベガスなんですか。で、あと、なんか、後ろのポスターもなんか気になるんですけど、ちょっと。これでしょこれでしょ、いやいや、そうなんですよ。先週放送したときは、はい、はい、スタジオだったじゃないですか。うんうん、実は翌日にですね、アメリカに飛びまして、このラスベガスに来ているんです。おお、それはまた、あれです。でなんか、オーディエンスのきっかけになるんですね。まあこの飛行機乗るわけじゃないんですけども、私が今ここに働いているというか、新しい職場の場所がネバダ州のノースラスベガスというところにあって、その今事務所からはい、お届けしています。事務所の後ろにはこの飛行機が乗っている。ちょっと待った、1週間で日本捨ててアメリカ逃げてきたの？捨ててない。いや、ちょっとその辺は今日、はいはい、かけてじっくりお話伺いたいですね。はい、ということで、はい、じゃあ、もうそこはちょっとお任せして、私、そこ知りたいので、はい、いきさつとか、これから何をしようとされて見えるのか、ちょっと、お話を伺えればと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ね、突拍子もない話だったんですけども、ラジオ聞いてる方からしたら、おそらく、先週まではね、日本のスタジオで、激動のスタジオでってお話だったんですけども、まあ、翌日にアメリカに飛び立って、この今、ラスベガスにいるんですけども、そもそもここはどういう会社かというと、はい、後ろにこうやって、コックピットのポスターありますが、うん、まあ、ピラタス20、PC24 という、まあ、ジェットの、あとは PC12 というターボプロップの、飛行機、うん、座席はどうなんだろう、8名ぐらい乗れるのかな、うん、そういう飛行機を今6機ぐらい持ってるのかな、会社で。で、ノースラスベガスをベースにして、まあ、全米というか、そういうところに、お客さんを飛んでる、まあ、チャーター会社、うん、っていうところがまずここなんですね、うん、で、その会社が付属のフライトスクールっていうのを持ってるんですよ。はいはいはい、はあ、実はこの番組のスポンサーであるエアスマートって、先ほどね藤田さんおっしゃっていただきましたけど、うん、エアスマートっていうのがこのこれを飛んでる会社で、うん、エアスマートアビエーションアカデミーっていうのが、うんうん、ここに付属しているフライトスクールなんですね、はいはい。で、まあ、2つのオペレーションがあるんですけども、そこの、まあ、スタッフとして、今回来たと、簡単に言うと。1週間でそんなことが夢のように起こるわけですね。それとも、長いお話があるわけですね、まあ、きっとね。そうですね、1週間で来ちゃいましたけど、ここに来るまでは長かったですね。1年ちょっと前にね、1年半弱前か、2021年の1月にお話伺ったときは、もうかれこれ30年前の話に遡って、アメリカで免許取って、教官の免許も取って、日本で飛びたくて、日本の免許も取ったけれども、急に、採用の、あれがなくなってしまって、せっかく免許取ったのにということで、どうしようということで、あれやこれや、確か横田の門を叩いたりとか、で、それ、の後、カデナの門を叩いたりとか、で、その後はご自身で事業を始められたりとかね、またその辺も後で伺えればと思いますけれども、そんなことをして、自分の夢をしっかり、続けていこうっていうふうにね、頑張ってこられた話をしたところだったんですけど、急に花咲いちゃいましたね。いや、去年、1年ちょっと前か、その藤田さんにね、うん、ジャックをしていただいた時っていうのは、うん、まあ、そういうお話もしました。うんうん、確かにしました。うん、で、まあ、その中で、まあ、自分の今の事業ですね、うん、FSO っていう会社で、パイロットでやりたいっていう方々に対して座学を教えたり、シミュレーターを教えたり、うん、で、時期に関しては、じゃあ我々とネットワークがある、もしくはその生徒さんが持っているネットワークを通じて、時期飛んでくださいというところで、まあ、事前準備をしてたというところだったんですけども、うん、まあ、あれから藤田さんはじめ、いろんな方々に、ラジオに出ていただいて、うん、で、皆さんのその、すごいストーリーですよね。いろんな紆余曲折がありながらも、チャレンジしながらも、壁を乗り越えながらも、こういうふうにして、今、パイロットしてます、こういった仕事してますっていうのを、私、毎週、特等席で聞いてたんですよ。毎週リアルタイムでこうやって特等席で聞いてるうちに、なんかね、これ自分でもできるのかなとかいう、そして思いがだんだん皆さんに背中を押されてというか、多分押したつもりないと思うんですけど、ないですね。
勝手に押されてる気分になって。いや、僕はこうやりましたよみたいな話は私が出していただいたときにね、話はしましたけれども、こればっかりは自分一人一人みんなやり方が違うので、私がどうこうして玉縄さんの道が開けるわけでもないので、と思って、そこはね、考えてはなかったですけれども。いや、確かに、皆さんそういう気持ちはなく、皆さんの反省を語っていただいた番組ではあったんですけども、私の中で、やっぱり思ってた、すごくちっちゃな、もう、ちっちゃくなったんですけども、それがだん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 、火をつけられたというか、なるほど。着火されて、毎週毎週、カチッ、カチッって着火されて、だん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 燃えてきて。なるほどね。うん、じゃあ、私が責任取って、玉川さんの人生を背負わなきゃいけないわけですかね。よろしくお願いします。いやいやいや、それはないですけど。ということは、前、ラジオジャックさせていただいたときは、もう、その、虎視眈々となんか狙って動いてみられたんですか？去年、1月頃、2021年の1月ですもんね、うん、前回のお話っていうのが。うん、あの頃は、まだ気持ちはあったんだけど、やっぱり一番ハードルの高い、就労ビザ。あ、はいはいはい。やっぱりそこがネックだったので、もう、やっぱりダメかもな。でも、なんか燃え始めたので、労働ビザもどうにかできるんじゃないかっていうのを、根拠のない自信じゃないけども、結局毎週いろんな方が、特に海外、アメリカで活躍されてる方の話を聞くと、何かしら動いて、まあ、少なくとも弁護士にアタックして、何かの方法を見つけないと、これは拉致があかんぞっていうところで、去年の1月ぐらいからなんか動き始めたっていう。なるほど。あ、そうだったんですね。確かにね、お会いさせていただいたような頃から、自分はこうやってやりましたけど、なんて話もして、いや、玉那覇さん、こういった感じのビザっていうのはあるんですけれども、でもこういった要件があって、なかなか揃わないとあれだけれども、まあでも一人一人、千差万別で取り方違うし、シナリオも違いますからね、なんていう話はね、させていただいた記憶があるんですけども、まさかそこで動いてみられ、おられたとは、ということで。そうですね。だからそういう意味では、まあ、藤田さんのね、そのブログでも拝見しましたし、いろんな方々のそのアプローチの仕方、本当みんなそれぞれ違うっていうのが、もう分かった。あ、みんな違うんだと。いわゆるネットとか、なんか、まあ、昔我々本見てましたけど、アフリカのビザの取り方とか、それだけじゃない方法があるんだっていうのが分かり始めたので、じゃあそれを専門家である弁護士に聞くしかないよね、と。やっぱり弁護士さんに聞いて、自分の資格経歴こんなんだけれども、これでどんなシナリオを作ってくれますかっていうところからやっぱ始まっちゃうんですよね。そうですね。逆にそこを始めないと、本見てるとかネットで探してるだけだとなかなかね、何も進まないっていうかね。だから玉那さんが動いてみようかなっていう気持ちが出てこられて、動き出されたっていうところがやっぱり素晴らしく。っていう風にやっぱり感じますね。ありがとうございます。でも本当に再三言いますけども、あれを動く、いや、やっぱり火種をつけたのは藤田さんです。いやいや、僕はそれはないでしょう。いや、僕は多分一番何もなかったと思いますけど、でもちらっとなんか伺ったんですけど、僕じゃないですよね。ね、結局ラジオの方々のお話を聞くじゃないですか。で、そのラジオを、私が出演すると同じ回数、つまり毎回ですね、見てるのがうちの奥さんなんですよ。おー、なるほど。うちで、毎回話を聞いて、今日もすごかったね、この人の話、こうすごいね、っていう、まあ一番の、リスナー、ヘビーリスナーがいるんですけども、で、そのうちの奥さんにね、去年の、夏ぐらいかな、まあ、いろいろ、こう、仕事をしながら、思い悩んでるときに、一言言われたのが、本当は何がしたいのって言われたんですよね。おお女性は見てる。玉那覇さんの心を読んでるな。ドキッとしたんですよ。いや、私がやりたいのは今やってることが本当にやりたいことじゃないですか。自分は思ってたわけですよ。でも、やっぱりちゃんと見てたんですよね。で、要は私は、昔飛んでた。今は地上に降りて、その後進の育成をやる。それが私の使命だと思ってずっとやってる。すごい楽しくてやってる。
後進の教官を育てる、で将来のパイロットを育てる、うん、そういうのを一生懸命やってる中、やっぱりね、仕事なんでいろんなことがあるじゃないですか、うん、まあ、その中でじゃあ次どんな、どういうことやった方がいいんだろうみたいなことを悩んでる時に、うん、その私の悩んでる様子を見た、まあその様子が見て、うん、本当は何がしたいのって言った時に、いや、その時の雰囲気本当見てみたいな、どういう、うん、でもそれを言われた時、玉南さんどう感じられたんですか？あのね、ドキッとしたんですよ。で、自分自身が気づかなかったというか、まあ自分自身も思いながらもやっぱりそうだなと思ったんですけど、うん、結局普段まあ YouTube でいろんなね、飛行機の動画とかあって、まあ見てるじゃないですか、我々パイロット。はい。で、その中で、まあこの番組のスポンサーになってくれてるエアスマートとかエアスマートアカデミーの、うん、まあ、タミー社長とももうしょっちゅう連絡を取ってて、うん、彼がその YouTube で公開している飛行機乗ってる写真動画とかって見ると、まあ見ながら、まあもういいなーっていう見てるわけですよ。そしたら彼女が、うん、だっていつもあの赤い飛行機見てるじゃないって言うんですよ。バレたと思って。そこはあれですか、もしそこエアスマートの方でもし仕事がもらえるならば行きたいけど、でも奥さんがいるからそこは言い出せないなみたいなところとかあったんですか？一番の大きな壁っていうのはやっぱりビザなんですね。うちの奥さんの場合、その海外に行くだとか、うん、まあ、もともと鹿児島の人で、はい、そこから高校卒業して意を決して初めて東京に出て社会に出るというものすごいもうストロングパワーを持ったウーマンなんですけども、まあその方が、まあ、沖縄に来てくれて、私と結婚してくれて沖縄に来ている、要は場所を変えるっていうのにさほど違和感がない方でもあるんですが、まあ、それでじゃあアメリカに行くとなると、まあ反対というかそういうのもないんでしょうけども、逆に私を後押ししてくれた。本当に何がやりたいのって、私が見てるのはノスベガスの動画じゃないですか、うん、本当はラスベガスに行きたいんじゃないのっていうところ、うん、すごく大きかったですね、うん、それとビザのプロセスとか弁護士さんに話すタイミングってのはどっちが先だったんですか？もちろんそれはうちの奥さんが先ですよね。なるほどなるほど、うん、それでじゃあだったらじゃあってことで、まずは弁護士に話しないとまず何にも始まらない、うん、で弁護士もやっぱりいろんな人いるじゃないですか、はい、もちろん皆さんライセンスを持った弁護士なので資格はあるんでしょうけども、これも教官と一緒で免許を持ってるけども、じゃあみんなに対して相性よく仕事ができるかというとそれは違うので、うん、専門分野とか違いますし ね、そうそうそうですね、アビエーションなのか別の分野なのか IT なのかでまた変わってきますしね、うん、だそういう意味では何名かの弁護士さんと、まあ、面接というか面談をして、ほとんどの弁護士の方が最初は無料とかってやるじゃないですか。はいはい、やります。はい、で、その方々とお話をして、うん、で、一人の方と、なんかフィーリングがあってというか、やっぱりあるんですよね、フィーリングって。ありますね。自分も経験しました。うんうん、アメリカ人の、もちろん、アメリカ、英語しか喋れない弁護士さんもいますけども、じゃあだからといって、日本語しか喋れない、まあ、日本語を母国語とする弁護士さんと話をしたところで、違うなってのもあるし、うん、でこの方は日系アメリカ人なので日本語英語も両方ペラペラで、おお素晴らしい、なので私はもう話すときはもう全部日本語、で日本語理解してくれる、うん、ただメールとかって全部英語なんですけども、なるほど、その弁護士の方はアメリカ在住の方ですか？アメリカ在住です、サンディエゴ在住ですね、うん、あそうなんですね、私もサンディエゴの、そうその弁護士さんに相談をして、ダメ元でですね、今までこういう経過でいろんなビザチャレンジしたけどもやっぱりダメだったんだけども、まあ、あれから期間が経ったんだけど、うん、どうなんだろうかっていう相談をしたのが、まあ、2つ目のきっかけですよね。なるほどね、素晴らしいですね。それで、まあ、いろいろ、まあ、方法論が見つかってとかこうやってやったらどうですかっていう話が出たっていうところなんですけども、その辺のところ、まあ、玉名さんがね、後継というか、これからのアビエーションの人口に貢献しようとか、後進を育てていこうっていうふうな事業をずっとされてこられていたので、きっと自分だけのためにビザを取ったんじゃないと思うんですよ。うん、多分、これから玉名さんの玉道場に
入ってこられる方をこう導くために、まず自分がっていうところのスタートラインにもなると思うんですけれども、差し支えない程度のところで、話せる限りで結構ですけれども、ちょっと、はい、ビザどういった形で取られたかとか、どういった経験経歴学歴とかがうまく作用したとか、うん、ちょっとその辺気になるので教えていただけますか。はい、わかりました、うん、ありがとうございます。いや本当藤田さん今おっしゃる通りで、自分が実際やってみたら、うん、もちろん嬉しいですよ、うん、ただ一方でなんかずっと共感でやってて取れなかった自分がいた時に、うん、あこういうやり方で取れるんだったらこれは皆さんに知ってもらって、うんうんうん、同じやり方で取ってもらいたいなっていうのを思ってたので、今の振りは非常にありがたいです思いつきでしたけれども、ね、みんな多分ここは聞きたいと思うんですよ。はいはいはい、うん、じゃあそれをお話しすると、まあ、藤田さんもご存じの通りね、アメリカで就労ビザというとちょっと専門的ですけど H1B だとか、はい、E ビザだとか、はい、L ビザだとか、はい、もうさまざまなビザ、まあ、J1 もそうですよね、うん、まあ、あると思うんですけども、まあ、それを私前提で弁護士の話をして、私の経歴書を見た時に、弁護士さんがこれ O1 でいけるぞって言ってくれたんですね。 O1 っていうのは私見なかったんですよ、はい、O1 の先生も見ませんでしたね。うん、なので、見てみると、ネットで検索すると、アーティストビザとか、なんか、アーティスト技能者とかあるので。だからラスベガス、踊りに来た。ショーに出ようと、それでビザ取ったんですね。ポールダンス。ポールダンス。いや、だから、アーティスト、うん、ってよくよく見てみると、あ、はい、確かになんか芸能人がアメリカに行ったりだとか、野球選手がアメリカに行ったりだとかっていうのはそうなんだろうな。でもなんでっていうのが、まず疑問で、うんですね、弁護士さんなんでそれが私なんですかって言ったら、このビザのカテゴリーには、まあ、いわゆるアーティストっていうのは芸術、まあ、芸能の人が有名だからそういうふうに言われてるけども、実は、教育職にも適用されるんだっていうんですよ。はあ。で、あ、そうなんですか。つまり、この弁護士さんが言うには、今、玉縄さんがずっとやられてきたことっていうのは、まあ、パイロットの教育ですよね。つまり、教育職ですよねってなったんですよ。うんうんうん、確かにそうだと。要は、インストラクターは教育をする方ですよね。うん、そうです。っていうのを考えたときに、この履歴書を見てみると、教育という分野で、卓越をしているっていうようなシナリオを作れば、これはいけますって言われたときに、なるほど。びっくりしました。まあ、卓越って言ったらもう、すごい経歴をお持ちですからね、試験官もされて見える。これも本当に、まあ、たまたまの話ではあるんですけども、うん、そういう積み重ねがあって、いわゆる教育というところに、うん、絞って、項目を作っていく方法でいこうっていうのが、まず最初で提案されて、うん、そしたら光が少し見えたんですよ。なるほど、ね。今までだったのが。なるほど、なるほど。で、そこから、じゃあ弁護士さんから言われたのは、うん、じゃあその O1 ビザっていうカテゴリーが決まったときに、O1A っていうビザなんですけども、はい、8つかな ?8 つ基準があって、うん、その8つの中に最低3つ以上あれば、うん、クオリファイされるっていうルールがあるらしいので、はいはい、で、弁護士さんの見立てでは、今のところ、私の履歴書だけで見ると、うん、最低3つはとりあえず抑えてるから、うん、まあ、大丈夫だって言っては言ってるんですけども、うん、弁護士さん曰く、その3つ以外のこともおそらく玉縄さんの中で思い起こせば出てくるはずだから、うんうん、もう一回ちょっと考えてみてって言って、その資料な、まあ、投げられたんですね。で、8つの資料。はい。で、その中でもうとにかく私が今まで教育というところでやってきたものを全部書き出し、なんなりして出したら、うん、全部、あ、持っておこせ、持っておこせって、で、それの根拠を出せ、うん、証拠を出せ、みたいな。うん、やり取りを結構している中、うんうん、そこで気づいたのが実は一つあって、はい、マスターインストラクターっていう資格を取ったんですね。はい、藤田さんもね、フライトインストラクターずっとやってらっしゃるので、マスターインストラクターっていうのはご存知だと思うんですけど、はい、はい、そのマスターインストラクターっていうのを実は2008年に1回取ってたんです。はいはい、そうです、ね。で、弁護士さん曰く、うん、マスターインストラクターっていうのがめちゃめちゃ強力だって言うんですね。なるほど。この8つのカテゴリーの中で、この1つに入るんだと。うん、で、これをもとにいろいろ組み立てていきたいんだけど、これはまだ有効かって言われて。なるほど。
あ、これ2年ですね、あれね。2年だ。うん、2年で切れるんで、切れてますって言ったら、まあ、過去撮ってたでもいいけど、うん、もう一回撮ってみたらって言われたんですよ。うん、そしたら、もうに、最初に撮った時のあのめんどくささがあるので、嘘だろうと思いながらも、うん、いやいや、これを撮れば、もしかしたら、大ビザが撮れるかもって思えば、うん、じゃあやってみますって言って、もう一回撮り直したんですよ。なるほど。おで、つまり何が言いたいかというと、今インストラクターをやってる人、もしくはインストラクターやろうとしてる人、うん、もしくは今からやる人で将来はインストラクターになりたいというまだ始めてない人、はい、含めて、はい、私は声を大にしていたい、うん、絶対マスターインストラクターを取って、うん、でそこから派生するようなさまざまなこともやって、うん、O-1 ビザ取ってほしいと思います。なるほどね。そのマスターのを取り直してくださいというのは最初におっしゃられた8つの中の3つの中に入ってなかったわけですね、元々。入ってます、入ってます。いや、その3つの1つがマスターだった。そうだ、そうなんです。あ、なるほど。2008年取ったマスターがここに当たると。うん、これをさらに強いものにするためには、今もそうなんだよっていう。タレントにするわけですね。なるほど、なるほど。ああ。いや、そこはやっぱり、それで取れるんだったら、やっぱりやりますよね。そうそう。その時、2008年にね、もし、うん、自分マスター取った時に、誰かの弁護士さんが、うん、これ取れば O-1 取るよって言ってたら、また私人生変わったかもしれない。かもしれない。でも、こればっかりは、なんでしょうね。その、もともとのアメリカで免許を取られたところから始まって、横田行って、カレナ行って、自分の授業を始められてとかっていう全てのものが、そしてラジオ番組が2年半ぐらい前に始められて、いろんな方と、つながられて、いろんな話を聞いて、そしてそこでまた刺激を受けてやってみたいと思う。で、結局ご師匠さんのバビーさんのご子息のタミーさんがされて見える会社とのまたつながりができてきて、なんかこれはね、しかるべくしてこのタイミングで来たんじゃないかっていうふうに僕は感じるんですけど、どう思われますか？いや、その通りですね。結局、今まで振り返ってみたときに、その時点では、ああ、失敗というか、ああ、残念だなっていうのがもう山ほどあるんですけども、うん、その瞬間に、瞬間というか、まあ何日か経ってから、下手したら何週間経ってから、新しい道が見えて、うん、もうまあやってみるか、みたいなもののつながりで、結局、まあ今回は結局そこもラジオにつながってるので、はいはい、うん、まあ確か2008年に撮ったレバーっていうその過去の話ではなくて、あれがマスター撮った。で、そこからカデナで継続をした。すべてがつながって、はい、で、先ほどウィジャさんおっしゃっていた、この私をね、確かラジオジャックの時にも去年の話だと思うんですけど、1995年に私を拾ってくれたバービーさんという私のお師匠さんですよね。うんうん、もう私のことなんか当然知らないんだけども、まあ熱意を買ってくれて採用してくれたそのバービーさん。うん、もう私は彼にようになりたくて、うん。すごい人なんですよ、うん。とにかくこの人みたいになりたい、うん。もうそれこそ私のメンターとしてずっと追いかけてたんですね。はいはい。で、その頃、まだ中学生のタミーですよ。そうだったんですね。中学生と高校生ぐらいかな、ぐらいだったんですね。で、そういう私とタミーとバービーという3名がいて、まあずっとね、バービーから2人とも教えられて、うん、まあそれから本当に年月は経って、私たちの共通のメンターであるバービーは、まあ亡くなられて今はいますけども、うん、まあその時まだ中学生、高校生だったタミーが、今や、まあ大人になって、うん、3人の娘がいるお父さんで、うん、で、パイロットとして、うん、そして、エアスマートっていうところの、社長に就任をして、で、実はそのタミーとは3年ぐらい前からエアスマートっていう会社を飛ばしているんだけども、やっぱりパイロットを育成するというお父さんの意思を継いで、うん、フライトスクールも作るんだと、うん、で、その時にじゃあフライトスクールを作るノウハウみたいなのも私もずっとメールとか電話でしながら、はい、エアスマートアカデミーっていうのができたんですね。なるほど。で、その時は正直言って作ってもらって、うん、皆さんに行ってほしい。ああ、なるほど。送り先なんですよ。形で考えられたわけですね。うん、なるほど、うん。で、実際我々の卒業した生徒さんが今そこに行ってというか、目指してやってるんですけども、いわゆるみんな頑張ってね、うん、あとはよろしくねっていう
ことでスタートしたのが、うん、番組冒頭で話した、まあ、うちの奥さんのサポートもあり、はい、皆さんの支援もあり、で弁護士のひらめきで応援できるぞっていうところから、うん、あのそのためには絶対スポンサーが必要なので、うん、そういう意味ではあのタミ社長が、うん、もちろんともう快諾してくれて、うん、引っ張ってくれたというその、ね、つながってるなっていうのはありますよね。数回前の優子さんという方が、うん、ご出演された時に最後の言葉でね、遠回りはいいんですよっていう言葉をおっしゃられて番組が終わったのを覚えてるんですけど、もう遠回りって言ってみれば遠回り、私も遠回りした方なんであれなんですけど、めっちゃ遠回りってなんか絶対その遠回りに何か意味があったのかなっていうのをやっぱり自分も感じる時があるし、うん、で玉田さんのお話伺ってるとやっぱりそれが全部があったからこそ点が今線につながったっていうのをやっぱりね、うん、感じるので、いやー、ね、本当おめでとうございます。本当ありがとうございます。じゃあ藤田さん一回 CM 行きましょうか。そうか、はい、じゃあ CM で、はい、はい、すいません、なかなか番組慣れてませんでして。いやいやいや、食べれない。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。この後は、そうですね、まあ、CM 中なんで、これご覧になっている方は種明かしになっちゃうけど、ちょっとこれからの抱負とか、これからの、うん、夢を聞きたいかな、なんて思ったりとか。そうですね、まさかね、56になってね、次の夢はって、大きくなったら何になるっていう話をね。いやいや、もうまだまだ大きくなれますから我々、うん、いや本当ですよ。こんな年からでも僕もそうだったし、29から30からのスタートだったし、エアライン入ったのも45歳からだったし、そんな遅くから入ってって、それはもう周りと比べればもう出遅れもいいとこなんですけどね。それでもやってますからね、そこをちょっとお伺いします。違う、あと1分だ。自分も慣れない。マナミン。マナミン。今日はマナミンの質問コーナーないからね。からね。そう、そう。彼女もね、やっぱり毎週毎週皆さんの話を聞いて、うん、番組終わると、いやー、今週もすごかったなってね、うん、番組終わると2人でね、ため息ついてるんです。彼女もでも夢があるんでしょ、きっと。あるんですよ。あるんですよ。んですよ、うん、なのでね、すごく今動いてますよ。楽しみです。楽しみです。その夢はまたいつかお聞きしたいですね。そうなんですよ。だから本当に毎週毎週ね、素晴らしい講義を私たちは聞いてるんですよ。うん、いや、生のほとん本当の人から聞く、こんなね、いろんな話つながる、もう何にものにも変え難いですからね。はい。じゃあ CM 開けます。本当、今度こそ。はい、後半、スタートです。今までの、経営、まあ、いきさつだとかね、ビザの、取られたいきさつだとか、これからされる、ラスベガスのお仕事っていうところを、前半で話したんですけど、もう少し掘り下げてですね、はい、かなりここからいろんなハット、英語でよくdifferent hat とかね、wearing different hats って言うんですけれども、なんかさっきはエアスマートのスタッフになりますっておっしゃって、かなり謙虚におっしゃって見えたんですけど、スタッフじゃないですよね。かなりいきなり重役、重職に使えるような話をお聞きしたのと、あと新たなまた、企みも考えられて見えるとか、いろいろちょっとちらちらとあちらこちらから聞こえるので、その辺のですね、50億からの、はい、新たなショーが始まるっていう話をですね、ちょっとお伺いしたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、そうですね。まずこちらには、エアスマートっていう、まあ、親会社があって、で、そこに付属するフライトスクールがあるんですけども、その二つに、関わることになるんですね。お親会社であるエアスマートっていうのは、まあ、PC12 時24という、8名乗りの、まあ、ビズジェットですね、タービン。うん、これを、まあ、チャーター便で飛ばしてるんですけども、まずはそこの副操縦士職と。副操縦士職。ファーストオフィサーですね。ファーストオフィサーですね。うん、もうそこはね、正直言って本当にもう夢の夢。もう30年前にそれを夢見ていたのが、まあ、ようやく30年経って、うん、
実現するというか、まあ、一歩採用してくれたというところですね。まあ、今からトレーニングもありますし、はい、チェックアウトもありますし、そこもやっぱりクリアしないといけない部分ではあるんですが、まあ、一歩そこの先には進んだのかなというところで副操縦士職ですね、うんうん、それがまず一つ。アップグレードもね、1年、まあ、時間がたまるっていうあの必要あのね、あのリクワイアメントもあるとは思うんですけれども、アップグレードもそんな遠い話じゃないですよね、きっとね。そうですね、こちらのオペレーションがですね、もちろん皆さんあのダイレクトエントリーのキャプテンもいらっしゃるんですけども、ほとんどの方が、うん、まあ、ファーストオフィサーで入って、うんうん、でそこで経験をつけてキャプテンにアップグレードするっていうのが、まあ、ほとんどの方なので、それはあのいつなのか分かんないんですけども、まあ、そこを見据えて目指したいなと思ってます。4本線、山中機長、山中キャプテン、楽しみですねというのがまず一つ目ですね、うん、あのただそれは本当にあの、まあ、いつ始まるか分かんない。要は今資料を渡されて勉強して、うん、まあ、チェックアウトしたら、まあ、初めての3本線というところで正式にファーストオフィサーの事例が出ると思うんですけども、うん、あくまで今そこのスタート台に乗ったかなっていうぐらいの、まあ、レベルです。タービン飛んでフライトレベルを飛んで、夢ですね。夢ですね。夢が叶いましたね。はい。まあ、というのが、まあ、一つのポジション。はい、で、はい、もう一つのポジションが、エアスマートが、うん、持っている、付属している、付属のフライトスクール。はい。エアスマートアビエーションアカデミーというところの、はい、まあ、チーフパイロット、まあ、チーフフライトインストラクターですかね。聞きましたか、皆さん。いきなりもう、チーフのポジションですよ。これはもう玉永さんの今までのご経歴ご経験があったからこそというね、それの賜物でしかないと思うんですけども、素晴らしいですね。いや、もう本当そこはね、あの評価していただいたのがありがたいなと思ったんですけども、先ほどちょっと言った結局カデナで働いた経験、うん、その今のタミー社長のお父さんのバビーさんに、うんうん、拾われて、もちろん平野フライトインストラクターが始まり、当時チーフインストラクターだったバービーから手ほどきを受け、インストラクターとこういうもんだよ、チーフインストラクターとこういうもんだよみたいなものをずっとやってると、はいはい、にエアフォースのエアロクラブの中でチーフインストラクターポジションを、まあ、何年かしていたので、うん、まあ、そういった経歴もあの当然タミは知ってるので、うん、そういう意味ではあの彼らとしてはエアスマートのパイロットを育てるのが一番の目的。ものすごくやっぱりビジジェットの世界って藤田さんご存知の通り、まあ、ガンガン飛んでるんですよ。はい、もうどこでも聞きます、エアスマートのコールサインは。あ、本当ですか。はい、聞きます。はい、ものすごく需要が伸びてて、うん、あの今年の1年でもうものすごく勢いが伸びて、やっぱパイロットは足りないんですよね、みたいですね。それをしっかり育てたいという、うん、なるほどなるほど、自前で育てたいというところで、まあ、アビエーションアカデミー作ったんですけども。一貫してるんですね。教育。一貫してます。はい。育てるところまで。そういう意味では、自社内で養成したパイロットをそのまま FAO に昇格させて、うん、なんなら FO をしながら、キャプテンをしながら、その経験をフィードバックして、フライトスクールに教官として兼任をしながら、あの、生のリアルの現役のファーストオフィサー、うん、キャプテンが時々は教官として飛ぶという体制を作る。そう。だ、それはもともとそのバービーが考えてたことらしくて。はいはいはい。あの、フライトインストラクターから上がるのもわかるけど、うん、でもあの経験っては絶対フィードバックせんといかんだろう。はい、そうですね。それの理想形が今、息子であるタミーが実現して、まあそれを私が今回こちらに来てお手伝いができるっていうのはすごく私も光栄ですね。なるほどね。そうすると、ここから玉名さんの、まあ、好きなようにというとちょっと横着な言い方ですけれども、自分の理想のフライトスクールを作り上げていけるチャンスがあるってことですよね。あ、そうですね。あのタミー自身もやっぱりバービーから習っているので、フライトインストラクターっていうのは彼からするとバービーみたいのがやっぱりお手本なんですね、うん、フライトインストラクターたるもこうあるもんだっていうのがあるわけですよ。で、私もバイクは習っているので、うん、フライトインストラクターたるもの、うん、ああいう人にならないといけないなってことで、私自身がそのできるだけ近づきたいと思っているので、うん、そういった方々を今後は、まあ、養成したいなと、フライトインストラクターとして、うん、そしてそこからさらに教えてもらう生徒さんたち、うん、っていうものを作り上げたいなと思ってます。夢の場所じゃないですか、ラスベガス。さすがラスベガスだまだこれ行ってないんですけどね
あ、これか。今、最近はこれ。そうですね。いろいろありますけどね。うん、うーん。で、チーフインストラクターのポジション、そして FO ポジション、まあ、ゆくゆくはもう近いうちにキャプテンになられるという、ことも、やってくる。それ以外にも、玉縄さんご自身の啓蒙として、新しくまた何か始められたという話も。そうですね。結局は、その、マスターインストラクターを取ってもらう。マスターインストラクターを取った上で、そのビザを取ってもらって、アメリカに来るっていう、私がやったことを、うん、もう種明かしをしてるので、うん、お店とは言わないんだけども、少なくともそこで次のステップが見えてくるだろうっていうところでは、うんうん、実は私、今年の、1月のラジオの会、自分一人の会があったときに、はいはいはい、今年やりたいことって私宣言してるんです。あ、はい、マスターインストラクターいっぱい育てたいんです。うん、別に私にお金が入るわけでも何でもないんですけど、マスターインストラクターになってもらえれば、多分、その次のステップが見えるんですよ。はい。一歩進むと見える世界って、この番組のゲストの方がよーくおっしゃってるじゃないですか。それと、たまたまね。たまたま、そうそうそう。なので、インストラクターとして頑張りながらも、マスターインストラクターを目指すことによって、次のステップに踏み出すんですね、うん。そうすると見えてくる世界があると、そこでたまたまが発生するんですよ、知り合った人から。そういう方法を具体的にやっていくために、じゃあマスターインストラクターを取るためにはどうしたらいいかっていうのを、うん、まあ、私なりに分析して、はい、で、皆さんが一堂に会して、うん、いわゆる先輩方が、うん、後輩方に教えるという、まあ昔、もうほんと、それこそ私と藤田さんの時代でね、うん、フライトスクールで、うん、メンバーがあだこうだ言って、うん、先輩たちが、これはこうだよとか、うん、先輩たち、これってどうやってるのとかっていうディスカッションって普通にあったじゃないですか、うん。はい。フライトスクールのロビーとかね、ハンガートークでね。ハンガートーク。うん、あれを、いわゆるもうネット上で、おいわゆるテキストではなくて、もうこういう、なんだろう、ズームとかそういうのを使って、はい、まあ、バーチャルって言っても、まあ、リアルで話をしながら、これどうだった？これどうだよね？みたいなものを、スクールの垣根を越えて、いろんな方々がそこに集まって、で、自分の、知らないことを聞く、うん。聞かれたインストラクター、もしくはインストラクター候補生は、こうだよって教える、うん。そういうディスカッションをする場が必要だなと思って。なるほど、ね。で、道場を作りました。それが玉道場なんですね。そうすると、バーチャルというか、オンラインプラットフォームのハンガートークとか、そういった形になってくるわけですね。そうです、そうです。はい、それは誰でも参加できるんですか？誰でも参加できます。誰でも参加できる。パイロットになりたいと思う人はそこに入って、その免許を持ってる人たちから習えばいいんですよ。なるほど。ハンガートークとして。入会金30万円とか聞きましたけど、ね。100万ぐらいかな。そう。ゼロですか。素晴らしい。ゼロです。そうやって習いたいっていう人たちが、今やっぱり、まあバーチャルなんで結構ネットワークつながってますけども、うん、習う、教え合うという、情報交換は今すごく行われてますよね。テキスト上とか、まあ、ズーム会議とかで。でも、習ったことを、習いたいことを、聞きたいことを習いたいだとか、うん、で教えるっていう練習がないので、やっぱり道場でちょっと鍛錬をして、うん、ね、稽古をしてもらって、うん、そういう場なんですけども、一方でその場でやったことってのはさっき言ったマスターインストラクターにつながるんですよ。そうですよね。なるほど、ね、うん、ちゃんと後輩にフィードバックをした、うん、コミュニティ貢献をした、それもちゃんと記録に取りながら貢献をしてる様子を周りの人が見るじゃないですか、うん、あ、こいつ結構頑張ってんな。教えていく中で、そのアウトプットを経験することによって、自分のそのね、教え方のプレゼンの、形も、スタイルもできてくるし、やはり、やってみないことには、なかなかね、自分で教官になる準備をして、これで教えれると思っても、やっぱり、教室の前に立って教えるまでは、なかなかうまくね、できない部分とかもあるので、そういった経験をどんどん詰める機会を、ができてくるのはすごくいいなと思いますね。自分の時代にもそういうのがあったらよかったですけどね。まあ、我々、藤田さん、我々の時代っていうのは本当に教室がオープンでというか、今みたいにコロナ禍ではないので、その教室に行けば、ハンガーに行けば誰かがいて、おしゃべりができる環境だったじゃないですか。もしくは自分のそのマテリアルを作った時に誰か、教室に呼び込んでね、時間あるとか言ってね、無理やり聞かせてみて、ダメ出ししてもらったりとかね、そんな経験はあります、ね。そうです。うん、
で、今回ラジオの、先週のラジオのね、元試験官の浦松さん、はい、出ていただきましたけども、うん、やはり浦松さんにお話を聞くと、日本の教育証明、まあ、アメリカの CFI の仕事っていうのは、人に教えて初めて成り立つ仕事じゃないですか。うん、自分が飛ばせる、自分が知ってるじゃなくて。はい、知ってるんだけども、飛ばせるんだけども、人に教えるという作業が初めての人ばかりなので、うん、そこの練習をさせるのが大変ですという。そうですね。やっぱりこれ慣れないといけないので。慣れないと。バカず。牛田さんもね、結構経験者なので、まずご存知だと思うんですけども。今でも蘇ってきます。ダメ出しされまくって、一つのレッスン作るのに2週間ぐらいかかったこともあります。完成するまでにね。うんうん、だそういったご経験がある藤田さんならというか分かっていただけると思うんですけども、教えるっていうのがすごく勉強になるんですよね。そうですね。なのでそういう意味で私がずっとこのまたま道場でもそうですけども、とにかく教えるっていう練習をしてみなさいと。うん、で、勉強したい人に対しては遠慮なく聞きなさいと。もちろん自分で勉強した上で、これを私の解釈こうなんですが、うん、どうなんですかっていうのをどんどん聞きなさいと。はい、自分で能動的にね、働きかける人っていうのはどんどん前に進んでいくし、そこの自分で動こうって思う気持ちが持ってる人がどんどん来てくれるとね、どんどん活発な活動になっていくと思うので、おんぶに抱っこで待ってるだけじゃなくて、なんか自分から動いてみる、自分で準備して、これを発信してみたいっていうのを、多摩道場のプラットフォームでやってみると、もっと楽しいような感じになる気がしますね。そうですね。まあ、それは結局、マスターインストラクターになるためかもしれないんだけども、うん、そこでいろいろ活動してると、どっかでたまたまが生まれるんです。たまたま、絶対起こります。それはもう絶対間違いない。ちょっと話変わるんですけど、申し訳ない。はい、玉縄さん、ほんで、学生戻るんだって？そうなんです。大学生に戻ります。すごい !56 からの大学生ですよ。皆さん聞きましたか？これが大事。もう年齢関係ない。何でもしたいことは、何歳からでも始められる。そこを少し最後にお話ししていただきたいな。わかりました。だった。急に言ってごめんなさい。でも、ここはないかなと思う。大学、そうですね。大学、エンブリリドル航空大学の大学院、グラジュエートスクールに、入ることになりまして、まあ、懐の広い大学は私ようなものもすんなり入れてくれる。でもそんなに簡単に出してくれると思わないんですけども、まあこれから2年間頑張ろうかなと思ってます。どういった分野、航空のどういった分野を専攻されるんですか？航空学ですね。もう全体的な、はい。修士号を目指してはいるんですけども、もちろん飛行機を勉強している、飛行機を教えている人間としては、やっぱりなんかこの世界って特にね、技術進化でどんどん新しくなっていくので、うんうんうん、そこはやっぱり追いついていきたいなっていうものもあるんですけど、今結局多摩道場ということでオンラインでやろうとしています、はい、で実はその2008年に1回入学してオンライン、うん、その当時からもオンラインでバリバリやってたんですね、あの大学って。はい、そうですね、うん、でそれを14年経った時に、まあ、今の自分のやり方って、まあ、自分が見聞きしてる SNS だとか YouTube だとか、うん、まあ、昔の情報なので、うんうん、今最先端の大学ってどんなことしてるんだろうっていう気持ちもあって、じゃあそこには自分が足を踏み入れないとわからないだろうし、はあ、そういうちょっと2つの理由で今回は入ってみました。ワールドキャンパスってやつですか？ワールドワイドキャンパスですね。ワールドワイドキャンパス。はい、すごいなぁ。ということは、マスター CFI の方がマスターディグリーも取っちゃうってことですか？マスターディグリー目指してます。マスターばっかりじゃないですか。すごいなぁ。マスターだ。いやー、これは本当見習わなきゃいけないなというか、私も今のポジションでなんか毎日日暮らししてるのが恥ずかしくなってきました。いや、藤田さん、ブログも拝見し、YouTube 見てますけども、やっぱりね、つくづく思うんですね。キャプテンという立場、その毎日、まあ、チャレンジだと思うんです。同じことっておっしゃいますけども、うん、それをしっかりできてるか。だからこそ、いろんな事態に対応できる、うん。っていうところを着実にやってらっしゃるのを見ると、やっぱり基本が大事なのかなっていう。ルールを守り、最近見ましたよ、ブログ。真面目。わ、かっこいい。
真面目はかっこいい。あれいいですね。ありがとうございます。年取ってからやっと目覚めました。10代の頃は真面目はかっこ悪いと思ってた口なんで、本当時間かかりましたけど。ああいった真面目をかっこいい。一つ一つのことを着実にやっていくっていう大切さっていうのを、やっぱりそのパイロットの訓練生であれば、今のタイミングから習いたいだろうし、習ってほしいし、それをちゃんと教えるインストラクターもそういう考えであってほしいし、なのでね、これも藤田さんのブログから拝見しましたけども、やっぱりパイロットになりたい方が増え、しかもそれを採用する会社も増え、今じゃもう本当に1500社になるとみんなバン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 エアラインに行く。すごいですね今ね、うん、すごくいい状況なんですが、もっと根本的なというか、その人間としてはちょっと大げさですけども、しっかりそういったコミュニケーションが取れる人っていうのは、このマスターインストラクターだったり、玉道場で鍛えられたり、投げられたり、投げたりとかいう経験を踏まえると、おそらくそういった方々が藤田さんのところに行って、藤田さんが操縦士として鍛えた時にも鍛えがいがあるというか。こう、スッと受け取ってくれるような、パイロットが来てくれると嬉しいですね。なので最終的にはやっぱり我々教官っていうのは基本をまあ養成しながらも、最終的にはまあ A ラインに行きたい人は行ってそこで活躍をする、でもっと言うと、今アメリカの話しかしてませんけども、この方々がもちろん日本に行く、戻る可能性も十分あるじゃないですか、そういう意味ではじゃあ日本に帰った時に、日本でどうやって免許を取ってしっかり選ばれるのかっていうのも、考えながら、まだまだです。やりたいことというか考えなくちゃいけないこといっぱいあります。でもそのためにはまず一歩動き出すことですよね。そうですね。まあ課題はありますけども、ものすごくその課題が楽しみな課題ばっかりで夢は膨らみますね。いや本当自分自身でびっくりするぐらい、この56になってこんなワクワクするんだと思って素晴らしい、超ワクワク。いやもう顔にもうそれがすごく出てるのでビザ取ってアメリカ入国された、念願の就労ビザを取って入国された、この間のご経験はいかがでしたか？いやもう感慨深かったですね。今まで何しに来たんだとかね、でどこに泊まるんだとかね、観光ビジネスとはいえやっぱりそこがあるんだけど、今回はもうパスポート出した時にパッと見て、どこで働くのっていう、その働く前提の話をしてるので、全然違うと思って、しかも指紋も取られないし、エスタじゃないしそうエスタじゃないし、なので、すごく感慨深かったですね。これからですね、新しいニュータマナハの第2章、第3章、第4章、何章なのか分かりませんが、始まりますね。次のステップに向けて、本当に、まあ、ようやく一歩進んだかなと思ってます。はい、名残惜しいんですけれども、なんか下に、スポンサーのお名前が出てきましたけれども、番組もいよいよ残すところ少しになりましたけれども、本当に私は多分何の力にもなってないと思うんですけれども、多分奥様のお力が一番大きくてっていうのは本当にわかるんですが、ここに、ラスベガスに来られた玉原さん、新しい、人生の、門出をですね、本当にお祝いして、また近いうちにラスベガスにお邪魔しに行きたいと思います。はい、最後にですね、何か、伝え残したこととか何かあれば、フリーで。ありがとうございます。やっぱり一番言いたいのは、このラジオに出ていただいた藤田さんはじめ、もう様々な、ゲストの方々には本当にお礼を申し上げたいと思います。もちろんその方々は私に後押しをしたつもりなんかないんでしょうけども、やっぱりその方の生き方、人生を聞くことによって、私の中で気持ちが、膨らんだ。で、そうやって次のステップに行けた。まさか56歳またこういったニコニコして新しい世界に行けるなんて、思ってもいなかった。で、あとやっぱり今さっき藤田さんもおっしゃってましたけど、一歩を踏み出すというところ、この私の年齢でもできたことなので、若い人であればいくらでも踏み出せると思うんですね。まあそういうのを、まあ今後は、まあもちろんホストとしてまた新たにいろんなゲストをお招きしてお聞きしたいんですが、まあそういったメッセージを含めて、今聞いてる方々に、どんなジャンルでもいいので、一歩を踏み出して、
うん、新しい世界を見てみる、うん、で仮にそこで失敗だったとしても全然失敗じゃないんだよっての言いたいですね、うんうん、そういや高松さんの動画で最近人生の中で失敗っていうのはないんだよっていう動画がありまして、あれは本当にそうだなと思って、うん、失敗と捉えるから失敗と思うんであって失敗じゃないんですよ、うん、これは次へのステップなんですよね。そうですね、うん、なのでその時は確かに失敗と思ってるかもしれないけどもね、先ほど出てた優子さんの話ですけども、うん、遠回りで良かったよっていうのは、うん、ちょっと私30年遠回りしすぎましたけどでもそれはそれで、うん、あ、良かったなっていうのがあるので、はい、そこを最後にお伝えして終わりたいと思います。取り留めない話ですいません。いや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 、綺麗にまとめていただいて、さすがホストの玉川さんだなと思って、私のような弱いものがホストをさせていただくのが逆に、申し訳ないぐらいですけれども。はい。はい。お時間、どれくらいですか？時間がなりました。はい。では皆さん、最後。さようなら。さようなら。ありがとうございます。